生体工学研究室では障害者の身体表面に設置して計測するためのシート型センサーを開発しています。ここで紹介するシート型ん断力センサーは表面に水平な方向に働く力を測ります。センサーの直径は 10mm で厚みは実測でおよそ 0.7mm です。測定回路はモバイルバッテリーを電源としパソコンに測定データをリアルタイムで無線送信します。 身体の表面形状に対応してセンサ自体が変形できるようにするためセンサは柔らかい材料のみからできていますセンサの内部には電解液を挟んで上下に電極が配置されており先断力が働くと上下の電極の間の距離が変わるので電流が変化しますこの電流変化を測定し先断力を推定します先断力は二次元の力なので上側に1個の電極 下側に4個の電極があり、力と方向が同時に分かります今後の多様な応用研究に対応するためにセンサデバイスや測定システムの改良を行っています例えば既存のシート型圧力センサと重ね合わせることで先断力に圧力を加えた3次元の力を測定するセンサを作成しましたセンサの使用例をご紹介します 応用測定は、研究所内の他の部との共同で行っています。この図は、義足ライナーと足との間にセンサーを設置し、膝を屈伸した時のセンサー出力です。右側のグラフからは、屈伸と平行する方向にのみ力が加わっていることがわかります。また、衣服の上から伝部にセンサーを貼り付けた後に、車椅子に着座し、様々な姿勢を取った時のセンサー応答を調べました。 身体の姿勢によって選断力が変化しています。選断力センサは研究所内外の研究グループに提供され、障害に関わる様々な研究に応用されています。ご清聴ありがとうございました。